ベルベルのオーラです。本日もオンライスでアップされる商品をご紹介いたします。これから紹介する商品が10月の7日夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄貼ってます。そちらチェックしてみてください。すいません、金額サイズ状態のお問い合わせの方が、ベルベルウェブスターの方によろしくお願いします。それでは商品紹介やっていきます。まず T シャツからいきますね。こちらチャンピオンの T シャツです。タグが80年代トリコタグのラージ表記で、こちら50/50のボディですに、こちら染み込みのプリント4段で入っております。で、50/50のボディではありますが、状態がすごくいいです。特にダメージとか汚れも一切ない状態ですね。で、ただそのサイズですね、 L 表記というところですが、その身幅が細くて僕には正直ピチッとなるぐらいの、本当なんか細身の男性とか女性におすすめのサイズ感かなと思います。こちらお値段が6800円に消費税になります。続いてのチャンピオンティーですね。タグはこちら先ほどより一発古い70年代バータグのミディアム表記、こちら 100% コットンです。で、白ボディにこちらのプリントが染み込み3段で入っております。そのプリントのバランスもすごくいいですね。で、こちらに関してはダメージっていうダメージは特に見られないんですが、多少の汚れってところですね、こういったところとかちょっとちらほらこの辺りとかにもあったりします。あとフロントの方にも裾部分ですね、この辺にもちょっとした汚れが残ってるっていう状態にはなってしまっています。で、ミディアム表記、僕はさすがに小さいです。この辺も本当女性におすすめなサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が6800円に消費税になります。続いてもチャンピオンティーですね。こちらもバータグ70年代のラージ表記、こちらも 100% コットンです。ネイビーボディにこちらはプリントはラバープリントですね、4段で入っております。で、こちらに関しては多少のその全体的なやっぱネイビーボディなのでフェード少しあるんですが、こちらも特に大きなダメージなどは見られないです。で、バータグの L 表記 100% コットンの L 表記ですね。僕はギリギリ着用ができるぐらいのサイズ感ですかね、幅的に、それぐらいのサイズ感になります。こちらの方でお値段6800円に消費税になります。続いてもチャンピオンティーですね。こちらは80年代トリコタグのミディアム表記、こちらも 100% コットンです。で、ネイビーボディにバインダーネックで完全に無地のタイプです。袖にも C マークは入ってないタイプですね。裏面も無地です。ちょっと全体的に少し使用感ですね、ちょっとした毛玉とかはあったりするんですが、全然気にならない程度かなと思います。で、サイズ表記がミディアムっていうところで、ちょっとこちらも正直幅が細い作りになってます。僕だとちょっとピタッとなるぐらいのサイズ感です。着丈は結構残ってますね。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグは、ヘインズビーフィーの XL 表記 100% コットンです。で、白ボディにこちらのプリント入っております。モーターサイクル系のプリントですかね。で、こちらコピーライトですね、こちらの方にも入っております。で、裏面に関しては無地のタイプです。で、こちらに関してはサイズ感がすごくいいですね。タグもいいですし、で、 XL で、程よく縮みも出てるっていう感じですね。僕がなんかすごいいいサイズ感で着れるぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツなんですが、いいタグですね。スタンレーのタグがついていて、サイズ表記がこちら XL の表記になっております。で、こちら 100% コットンのボディですね、の黒ボディにこちらのプリント入っております。宇宙のやつですね、こちらの方にも入っております。で、ちょっと状態としてなんですけども、こちらに1点小穴が開いてるっていう状態にはなってしまっています。で、裏面は無地のタイプです。で、サイズ感が XL っていうところなので、僕が大きめに着れるいいサイズになっています、この状態込みっていうところでお値段の方はお安めです。こちら6800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツですね。タグがこちら90年代のナイキのタグがついていて、サイズ表記がこちら XL の表記です。で、ボディの色味自体は黒ですね、にラバーでプリントが大きく入っています。ナイキのロゴも入ってますね。で、袖の方にもこちら、プリント入っ
ております。ちょっと待ってくださいね、すいません。こちらの方ですね、プリント入っております。で右袖にも両袖ですね入っております。で裏面は無地のタイプです。でまあ、ロンティー珍しいですね。でサイズも XL っていうところでところなので、まあ、大きめにダボっときて全然今っぽくいいかなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてディズニーの T シャツですね。こちらタグはこちら80年代のディズニータグ、サイズがワンサイズフィッツオールになっています。でこちらボディの色味は白ですね、に大判でというかもうオールオーバーもう全面に入っております。裏面も入ってます。このプリントなかなか珍しいかなと思いますね、状態もすごくいい状態です。特に目立つダメージもないですね。でこちらワンサイズフィッツオールなので、まあ、本当 XL 以上な感じの感覚で着ていただければなと思います。僕も全然ゆったり着れるサイズです。でしかもこれちょっといいのが袖とかもこういうプリントがつながってるんですよ。こちらもなんですけど、こちらもチャイナっていう感じで、そういったプリントなかなか見かけないかなと思います、こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いても T シャツです。タグはこちら欠損しております。で、こちらリンガーティーになるんですが、プリントがバドマンの染み込みになっています。バドワイザーの、モチーフしたキャラクターですね。で状態としてなんですけれども、まあ、ところどころシミが残ってたり、あとはこちらの方ですね、裾付近もシミが残っていたりとか、あと小穴が開いてるっていう状態にはなります。で裏面に関しては無地のタイプです。裏面にも多少の汚れ少し気持ちありますね。でサイズ感なんですけれども、表記でいうと L 表記ぐらいだと思います。またちょっと縮み方が少しなんか変な感じに縮んでいて、幅が、あって着丈がちょっと短いっていう感じですね。僕だと、まあ着用できないことはないですけど、ちょっと着丈は短いかなっていうぐらいです。こちらの方でお値段7800円に消費税になります。もう1枚バドマンですね。こちらはタグがついております。こちらのタグスポーツウェアのタグで XL 表記です。こちら50-50のボディですね。でこちらも白ボディに、こちらも、リンガーティーになっていて、白と赤の配色です。でこちらもプリント入っていて、こちらラバーのプリントになりますね、でこちらコピーライトの方も入っております。でこちらに関しては裏面も両面ですねプリントが入っていて、背中の方がプリントされています。でこれに関しても状態としてはところどころ汚れが落ちきらなかったっていうものにはなっています。この辺に薄く汚れていたりとか、そうですね、あと裏面の方にも少し残ってましたね。こちらの方にも汚れが、あと袖の方もこちらちょっと汚れが残っています。あとサイズがそうですね XL っていうところですので、僕も全然ゆったり着用ができるいいサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が7800円に消費税になります。続いてヘビーネルを1枚紹介しますね。タグの方がこちらファイブブラザーのタグになっています。でサイズ表記はこちら L 表記16ハーフ L 表記になっています。でこちらサイドの紙タグも残っているっていう状態です。まあ、この紙タグ見ても分かると思うんですけど、めちゃめちゃ状態がいいです。そのあんまりそのいわゆるユーズドっていう感じの縮みもあんまり出てなくて、で生地自体も全然張りが残ってますし、その袖口、そういう入り口ですねとか見ていただいても分かると思うんですけど、すごく本当綺麗な状態です。で赤黒の配色もすごく使いやすくていいですよね。でサイズが L 表記っていうところなので、まあ、僕がプラス縮みがあんまり出てないところですね、僕が全然ゆったり着れるサイズ感です。こちらの方でお値段の方が6800円に消費税になります。続いてレギュラーのスウェット1枚紹介します。タグがこちら70年代のバータグチャンピオンの XL 表記です。95% コットンの 5% アクリルになっております。白ボディにこちらフロッキーのプリントですね、いいと思います。こちらに関してです、状態なんですけれども、特にひどいダメージなどはないんですが、ちょっと細かいとは思うんですが、こちらの薄く
シミが残ってるっていう状態ですね。でサイズ感が XL 表記っていうところですが、まあ、年代も含めちょっと縮みが出てますね。まあ、いわゆる XL っていうよりはそのやっぱ XL が気持ち縮んでるっていうぐらいです。僕がちょっとピタッとなるかなっていうぐらいのサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてセーターですね。こちらタグの方がこちらになります。スコットランド製のカシミヤのセーターですね。でグレーの色味に V ネックの作りになっております。でこちらもそうですね、状態としてはかなりいい状態だと思います。やっぱこの辺ってどうしてもその小穴があったりとかダメージが結構つきものだったりはするんですけど、本当綺麗な状態ですね。本当リブにちょっとした小穴が開いてたりとかちょっと擦れてるっていうこういう擦り切れがあるっていうのはあるんですが、ちょっとその辺はご愛嬌だと思っていただきたいところかなと思います。でサイズがですねちょっと難しいサイズ感なんですけれども、38から36ぐらいな感じかなと思います。ちょっとさすがに僕には正直小さいです。この辺をねその冬場女性が着てあげるのもいいのかなと思います。こちらの方お値段7800円に消費税になります。もう一枚セーターですね。こちらタグの方がこちらになってます。ラルフローレンのタグ、サイズ表記は L 表記で 100% ウールになっております。で赤の単色ですね、逆にあんまり見かけないかなと思います。なんかラルフのセーターでやっぱ何かしらこう柄が入ってたりとかっていうのが多いと思うので、これは割と珍しいなと思ってピックしました。状態もすごくいい状態ですね。でサイズ表記が L 表記なので、まあ、ラルフの L 表記だと僕は気持ちゆとりが出ていいサイズ感です。こちらの方でお値段の方が7800円に消費税になります。続いてこちらセーターなんですが、こちらもラルフローレンのタグになっています。でサイズ表記が L 表記になっていて、配合としては51% ウールの 49% アルパカになっていて、で最大のポイントはやっぱここですね、ハンドニットっていうところはもういいと思います。しかもボディは黒ボディにこちらアーガイルの柄が入っているっていうものですね。で裏面無地です。こちらに関しても、まあ、その細かく言うとそのウールの少しちょっと生地が、ちょっと擦れててっていうとかがあったりするんですが、全然ダメージなどは見られないです。でこちらも L 表記というところで、作りはちょっと大きめですね。僕でもゆとりが出るサイズ感です。これおすすめですね。お値段の方が 19,800 円に消費税になります。続いてリバースイブの紹介ですね。こちらタグの方が90年代の刺繍タグ、サイズ表記は XL の表記です。でグレーボディの、モックネックで、こちらサイドにポケットがつくタイプですね。で目つきになっていまして、まあ、裏面は当然無地です。で状態としてなんですけれども、こちらですね、ポケットの付け根がちょっとダメージきてるかなっていう感じです。こっち側は大丈夫そうですね、まあ、多少気持ちですね。でこちら袖の入り口とかも特にひどいダメージはないです。でサイズ表記 XL というところで、僕は大きめに着用ができるサイズ感になっております。こちらの方でお値段の方が 12,800 円に消費税になります。続いてクルーネックですね。こちらタグの方は90年代刺繍タグの L 表記になっております。でネイビーボディにこちらがワッペンが貼られているタイプですね。ペンステートいいですね。でネイビーボディで全体的にフェードしている感じはあるんですが、特にダメージなどは見られないです。でサイズ表記が L 表記なので、まあ、僕がちょうどよく着れるサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方がこちらも 12,800 円に消費税になります。続いてパーカーですね。タグはこちらも90年代刺繍タグのこちら XL ですね。で状態としてなんですけれども、こちらフードの入り口がまずちょっと擦れちゃってます。まあ、ただオリジナルの紐付きです。で、こちら胸元にラバープリントで入っております。でこちらに関してはちょっとフードの入り口こそ擦れてはいますが、ポケットの入り口とかは全然大丈夫そうですね。で裏面は無地のタイプ
になっております。でサイズ表記も XL なので、僕がゆったり着用ができるいいサイズ感ですね。こちらの方でお値段の方が17,800円に消費税になります。続いてもパーカーですね。こちらも90年代刺繍タグの XL 表記になっております。でグレーボディにこちらラバープリント2段で入っております。でこれに関しては状態がすごくいいですね。こちらもフードの入り口も、ポケットの入り口も大丈夫ですし、フードも全然綺麗な状態です、ただ少し汚れがこの辺ですね、袖のところこちらに薄く汚れ残っちゃっています。また全然まだまだ着ていける状態ですね。サイズも XL なので、僕がゆったり着用ができるサイズ感です。こちらの方もお値段17,800円に消費税になります。続いてもパーカーですね。こちらタグの方は80年代トリコタグの XXL になっております。でこちらもグレーボディで、フードの入り口ちょっとだけ擦れてます。で、ラバープリント2段でいい感じにひび割れてますね。でこちらポケットの入り口気持ちダメージが来てるっていうところです。これぐらいであればまだまだ着用はできる状態かなと僕は思っちゃいますね。であとなんですけれども、裏面無地ですね。で袖の入り口こちらの方もちょっとだけすれが出ちゃっています。この辺りとかですね。でサイズが XXL なので、今までのものよりもう一回り大きいです。僕もかなりゆとりが出るサイズ感です。こちらの方でお値段の方が19,800円に消費税になります。ヴィンテージスウェットを1枚紹介します。こちらタグがチャンピオンのランタグ、サイズ表記が L 表記、いいですね。でグレーボディにこちらリブとボディの色味が2トンになっています。こちらのリブもそうですね。なかなか珍しいですよね。状態としてなんですけれども、ダメージとか特にないんですが、このシミ汚れがちょっとあってっていう状態です。で裏面に関しても無地になっているんですが、この右肩ですね、こちら当時のネームですかね、この MB っていう風に入っています。これはこれで味としていいのかなと思います。でボディもまだまだ肉厚な状態です。ごくいい状態です本当。でサイズ表記 L 表記ですが、僕がちょっと着丈短く感じはしますけど、全然着用自体できるサイズ感です。なんならこの肉厚なボディなので、スチームとかで伸ばしていただくのもすごくいいのかなと思います。こちらお値段の方が29,800円に消費税になります。続いて G ジャンですね。こちら70505のビッグになります。パッチはすみません、欠損している状態になっています。で赤タブがこちらですね、ビッグイン当然残っています。で状態として見ていきたいところなんですが、まず襟ですね、気持ちダメージが来てます。この辺も、早めの段階でっていうのもいいんですが、もう少し来てちょっと広がってきたぐらいで、この叩きのリペア入れてあげるのもいいのかなと思います。またこれに関して色味がすごくいいですね、いい色落ちになっているかなと思います。あと袖のところですね、この辺に、ステッチが抜けちゃって、ちょっとこの辺のダメージが来てるところがあってきます。袖の入り口ですねとかっていうところですかね。で実のサイズの方なんですけれども、こちら34ぐらい、36から縮んでるぐらいですかね。ちょっとさすがに僕だと着用はちょっと厳しいかなっていうサイズ感にはなります。また細身の男性すごくおすすめです。こちらお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらデニムのボアジャケですね。でタグの方はこちら古い方ですね、サイズ表記42になっています。で紙タグも残っております。でこちら、でボアジャケのロングタイプになっておりますね。なのでこちらポケットもついていてっていう状態です。でダメージこそはひどいもの見られないんですが、ここにちょっとしたシミが残ってるっていうところにはなってしまいます。赤タブしっかり残っております。で裏面に関しても
まあ、表とそんな遜色ないような感じですね。もう 裏面のこちらの方にも気持ちシミがあるっていうところですね。まあ、サイズ表記は42なので僕は気持ちゆとりが出てすごくいいサイズ感で着れる状態です。こちらの方でお値段の方が 15,800円に消費税になります。続いてこちらのジャケットなんですが、タグがちょっとこちらですね、こちらになっていて、いいタグです。なんかカリフォルニアとかも入っていていいと思います。で、立ち襟のフルジップになっていて、ジッパーはこちらのタロンが使われております。まあ、年代で言うと70年代入るのかなっていうぐらいだと思います。60終わりぐらいからですかね。で、生地がすごいなんか変わってますね。そのなんか、なんて言ってんですか、パイルっぽいような、なんかちょっとなんかコットンではあるんですが、すごいインパクトのある柄になっています。で、裏面もこんな感じですね。で、状態としてボディ自体にはそこまでダメージはないんですが、この中ですね、このライニングが少し切れちゃってるっていうところと、この下の方もちょっと切れてるっていう状態になります。まだ着用していただく分には別に表に出るところ場所ではないので、そこまで目立つ気にする方はいないのかなとも思います。まあ、サイズ表記ですね、あるとすると L 表記ぐらいな感じですかね。僕も着用自体はできるんですが、気持ち、そうですね、袖が短かったりとかっていうのがありそうです。こちらの方でお値段の方なんですけれども、 12,800円に消費税になります。ついでパンツ類の紹介ですね。こちらはまず US ネイビーのウールパンツになります。タグの方がですね、こちら中の方についてて、こちらですね、ナーバルクローシングファクトリーっていうのが読み取れます。年代で言うとなんですけれども、結構しっかり古いですね。ジッパーがこちらのオールデスジッパーが使われていて、こちらピンロック片詰めですね。で、まあ、そうですね、40年代終わりから50年代入るぐらいの年代なのかなと思います。で、ウールのものなのでさすがにちょっと状態っていうところなんですけれども、やっぱどうしても、この辺に少しダメージだったりとか、あとは、まあ、股下は全然大丈夫なんですけれども、あとは裏面ですね、裏面のこちらの方にも少しダメージがあっていう状態になってしまっています。で、形としてはフレアですね。こちら折り返していただいたら分かると思うんですが、こういったフレアの裾が少し広がっている形になっています。で、実寸の方でウエストが30インチのレングスが32インチになっています。僕だと気持ちレンゲスが長いんですが、まあ、そのフレアっていうところもあるので、裾上げとかしてちょっとフレア少し弱くっていう感じのシルエットにするのも一つの手なのかなと思います。こちらお値段が7,800円に消費税になります。続いてこちら505のブラックですね、パッチからがいいですね。パッチこちら505でウエスト36インチレングスが32インチになっています。で、こちらオレンジタブのものになっています。で、中の方にも紙タグ、こちらも残っています。しっかりアメリカ製ですね。で、こちらに関してはジッパーですね。こちら、リーバイジップが使われております。で、股下など特にダメージなどもなく、レングスもこちらはオリジナルのものが使われて、オリジナルのものになっています。で、実寸のサイズが、ウエスト35インチのレングスが32インチになっております。ウエストは気持ち縮んでるかなっていうサイズ感ですね。僕だと大きいサイズですが、505のブラック、やっぱなかなか少ないです。こちらお値段が 15,800円に消費税になります。続いてコーデュロイパンツですね。こちら519のコーデュロイですね、ジッパーの方がこちら42タロン使われていて、で、グレーのボディですね。で、程度は股下特に問題なく、レングスもこちらオリジナルで特に問題ないかなと思います。で、裏面に関してもこんな感じで、まあ、白タブもしっかり残っております。状態としてこちらトップボタンのこのボタンホールですねに少しダメージが来てるっていうぐらいです。
あとはところどころのサビ汚れだったり少し気持ちシミがっていう状態ではありますが、まあ、古着慣れしている方であれば全然問題ないかなと思います。こちら実寸のサイズの方なんですけれども、ウエストが36インチのレングスが33インチになります。まあ、僕だと気持ち大きいサイズ感にはなるんですが、まあ、バランスがいいので需要もあるところかなと思います。お値段の方が7800円に消費税になります。もう一本コーデュロイパンツ、こちらも519ですね。こちらジッパーは、こちらリーバイジップ使われております。でこちらに関してはブラウンの色味ですね。でコーデュロイの張りが残っていてすごいいい状態です。で白タブしっかり残っています。で股下なども問題なく、レングスもこちらもオリジナルのレングスが使われております。で実寸のサイズ、こちらはウエスト38インチのレングス32インチになります。まあ、先ほどのグレーよりも気持ち大きいサイズ感ですね。まあ、これもこれで、まあ、逆に珍しいサイズだと思うので お探しの方は行ってほしいところです。お値段が7800円に消費税になります。続いてこちら女性向きですね。ブランドはこちらリーになるんですが、タグがこちらですね。もうタグにも入ってるんですが、レディのリーのウエスターナですになっていて、でこちらパッチの方もこちらですね残っていて、 MR も入っていて、でピスネームはこちらレジスターのみのピスネーム、年代で言うと60年代頃ですかね。でジッパーの方がこちらのグリッパーが使われております。で状態としてなんですけれども、もう水が通ってないっていう状態です。まあフラッシャーなど完品ではないのでデッドストックっていう言い方ちょっとあれですけど、本当もうピンピンの状態です。で、まあ、本当女性向きなので、そのリーバイスで701のようなシルエットになっています。それよりももう701よりも気持ちテーパードが効いてる感じですかね。そのお尻周りがちょっとふっくらしてて、若干その裾に行くにつれて細いっていう感じですね。実寸サイズの方がウエスト25インチのレングスが29インチになります。もうさすがに僕がちょっとどうあがいても履けるサイズではないので、本当女性におすすめです。こちらお値段が12800円に消費税になります。でもう一本リーですね。こちらもウエスターナーになります。こちらボタンがリーで、ジッパーがこちらセミオートタロンが使われております。タグがこちら内側ですね。こちらにウエスト31の表記です。でこちらはピスネーム、こちらもレジスターのみのものですね。まあ、年代でいうとほとんど近いような年代だと思います。でこちら状態に関しても特にダメージなどはないんですが、気持ち、まあ、本当このボディの色だから目立つというか気づくっていうところだと思うんですけど、こういった汚れっていうところが少しあるっていう状態ですね。まあ、それ以外も本当全然問題ないです。裾に関しても全然問題ないですね。で実のサイズの方がウエストレングスともに31インチです。まあ、僕も着用できますし、なんかすごい需要多いところかなと思います。この辺はこちらお値段の方が29800円に消費税になります。続いてデニムですね。こちら501の66前期になります。パッチがこちらで、ウエスト38インチのレングスがこちら31インチですかねの表記になっております。で赤タブ、こちらスモーリー、ちょっとこちらの方がいいですね。でバックポケット裏はシングルステッチになっております。でトップボタン裏、こちらが6番の刻印ですねになっていて、でこちら、ちょっと程度としてなんですけれども、もうパッと見でももう最初の段階でお気づきだと思います。もうリペアがかなり多いです。このポケット周りもそうですし、まあ、股下にかけてもかなりがっつりリペアされています。で太もも部分も結構広い範囲でリペアがされていますね。でただ膝が割れていて、本当もうグランジスタイルっていう感じの合わせ方で履いていただければと思います。まあ、ただレングスはオリジナルです。当たりの出方も綺麗ですね。当然耳もついております。で裏面に関しても、もう本当そのところどころリペアが入ってたりとか、まあ、ただいい色味に仕上がってるというところですね。
こちら実寸のサイズがウエスト37インチのレングスが29インチになっております。まあ、そうですね、いいバランスで縮んでるのかなっていうところです。まあ、ウエスト大きいサイズではありますが、全然この辺は需要もあるかなと思います。お値段の方が、まあ、状態込みっていうところで25,800円に消費税になります。続いてこちらも501になるんですが、こちらビッグイですね。パッチはすみません、この部分しか残ってないです。で赤タブがちょっと確認がしづらいんですが、ちょっと巻いちゃってるんですよね。こちらビッグイになります。まあ、当然シングルステッチになっております。でいいのはウエストもシングルステッチで V ステッチが入っているっていうところですね。501の初期ですね、いわゆる。で状態としてはそのポケットの入り口部分がちょっとリペア軽くされてますね。でまた下に関してもちょっと叩きのリペアと補強のステッチが入れられているっていうところです。であとは、太もも部分から膝部分にかけて細かくリペアがされてますね。あとこの辺にもちょっと裏部分に差し掛かるところですね。でただ裾に関してはオリジナルのレングスです。まあ、当然こちらも意味ついております。で裏面に関してはこちら、ポイントとして僕は好きなんですが、このアーケードのステッチですね、抜けてはいますがそのイエローステッチが使われているというところがやっぱ僕は好きなポイントです。で実寸のサイズ感の方なんですけれども、ウエストが31インチのレングスが27インチになります。オリジナルのレングスでここまで短いレングスって本当見かけないです。しかも色味もいいですし、かなり使いやすい一本かなと思います。こちらはお値段の方がこちら 49,800円に消費税になります。続いてこちらは505になります。トップボタンがカッパーのジッパーがこちら、先細のグリッパーが使われております。でこちら裏面パッチは欠損しております。ですいません、赤タブも欠損しております。まあ、ただ、シングルステッチになっていて、で、これのポイントなんですけども、この赤耳505の耳付きってところですね。でこの耳裏で、シングルステッチのこちらもシングルステッチなので、まあ、ビッグイの年代っていうところですね。でこちら状態として見ていきたいんですが、まあ、まずポケット周辺スレ等があってっていう状態なのと、あとまあ太もも部分から膝にかけて結構大きくリペアされていて、あとダメージもありますね。こちらの方も同様です。リペア入っていたり、その気持ちダメージがっていうところです。でまた下完全なそのダメージとかリペアってわけではないんですが、ちょっと細かくちょろちょろありますね。でまあレングスはオリジナルです。いいですね。プラス耳がついてるというのはやっぱ最大のポイントですね。で裏面に関してもこちらもアーケードがイエローというところはすごく僕は好きなポイントですね。で実寸のサイズ感の方がウエストが37インチのレングスが32インチになります。身長180以上の方とかにはすごいいいサイズなのかなと思います。こちらお値段の方が 39,800円に消費税になります。続いてスニーカーを紹介します。こちらコンバースのチャックテイラーになります。もうヒールパッチからがいいですね。こちらのパッチ一つ星のパッチがついております。まあ減っては今ユーズドで減りもありますが、まだまだ着用できる状態です。でインソールの方ですね、こちら中の方はこちらに囲みの黒文字の青枠70年代ですねのものになっています。でキャンパスの色味もそのちょっと焼けてたりとかっていうので多少使用感はあったりするんですけど、こういう劣化とかも見られず、本当まだまだ着用ができる状態です。いいですね。でこちらに関してサイズがこちら12ハーフになっています。まあ正直大きいサイズではありますが、サイズはまる方かなりお買い得かなと思います。プラスちょっとそうですね、靴ひもの方がシューレースの方がちょっとうちの方で変えております。でこちらの方がお値段が 39,800円に消費税になります。もう一足スニーカーをご紹介します。こちらもコンバース、モデル名はウェポンですね。こちらなんですけど、正直も状態がこうレザーが劣化してたりとか、ソールが
こう固くなってたりとかっていうのがあるので、まあ、本当正直なところちょっと着用はあんまりおすすめはできないんですけれども、物としてかなり珍しくて本当コレタブルピースなのかなと思っております。でヒールもこんな感じですね。結構すり減りがあったりとか、ちょっと状態があまりよろしくはないのかなと思います。で内側ですね、こちらに点ちょっと見えづらいですかね、こちらの方がいいのかな、点っていう表記があります。で黒レザー本当珍しいです。僕は多分初見かなと思います。本当こうコレクターの方などにおすすめの一足ですね。こちらお値段が19,800円に消費税になります。続いてジャケットの紹介です。こちらパタゴニアのストームジャケットになります。タグの方はこちら、サイズ表記は L 表記になっております。で胸の方にもピスついております。で外側の方には特に目立った汚れなどもダメージもなくっていういい状態です。で内側の方、この辺はやっぱ大事だと思うので見ていきたいんですけども、この劣化のシームの剥がれなどもなくいい状態です。でこちらが L 表記というところで、まあ、僕が大きめに切れて需要は多いところなのかなと思いますね。こちらの方でお値段の方が12,800円に消費税になります。続いてダッフルコートになります。タグはこちらラルフローレンのサイズ表記は M 表記、アメリカ製いいですね。でこちらネイビーボディですね。で裏地がこの、緑のチェックのパターンになっております。で裏面もこんな感じになっていて、でやっぱウールのものはどうしても状態悪いのが多かったりするんですが、ほんとすごい綺麗な状態ですね。特に目立ったダメージなどもなくっていうところです。でサイズ表記ミディアム表記ですが、ラルフの、まあ、その古い年代のものなのでちょっと作りも大きめで、まあ、僕はしっかり、ゆとりを持って着用できるサイズ感です。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。それでバーバリーのコートですね。こちらタグの方がこちらになります。しっかりメイドインイングランド入っていて、でこちら素材の方がこちらですね、67% ポリの 33% コットンになっております。ステンカラーの形ですね。玉虫色のボディになっていて、こちら、目立ったダメージなどもなく綺麗な状態です。でしかもサイズなんですけれども、まあ、ラグランっていうところもあるので、まあ、SML の表記でいうと L ぐらいな感じだと思いますが、まあ、そんな細かい感じで見ずに結構多くの方が着用できるサイズ感かなと思います。こちらの方でお値段が15,800円に消費税になります。もう1枚バーバリーのコートですね。こちらはトレンチの形になっています。でタグはこちら、こちらもメイドインイングランド入っていますね。でこちら紙タグですね、こちらも残っていますね。いい状態です。で内側の方こちらにこの個体に関しては 100% コットンになっております。でこの紙の方残ってはいるんですが、ところどころですね、なんか少し色焼けだったりとかっていうのがあったりして、少しこの辺とかもですねちょっとしたシミが残ってたりとか、あと袖の入り口なんですけれども多少擦れてるっていう状態にはなってしまっています。ただ裏面に関してはこんな感じですね、まあ、特に問題なく綺麗な状態かなと思います。でこちらの方が先ほどのステンカラーのタイプよりは大きいサイズかなと思いますね。まあ、僕でもゆとりを持って着れるサイズ感になっています。こちらの方でお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちらミリタリーから M51 のフィッシュテールパーカーになります。タグですね、こちらサイズが XS いいですね。でこちらの方にも紙タグ残っております。もうこちらタグを見てご覧いただいて分かるとは思うんですが、もうこの個体に関してめちゃくちゃ状態がいいです。すごい綺麗な状態ですね。本当生地も張りが残ってますし、もう本当言うことない状態かなと思います。まあ、ただ本当細かいところ見ていくとすると、もう袖のあたりとかに気持ちシミがあったりとかはするんですよ。まあ、ただもうこれもトータル全体として見ていただいたときに、もうそんなポイントポイントの細かいところ気にならないぐらいの
本当にいい状態です、まあ、当然ライナーもついていて、そうですね、もうあとフードだけですね、完品じゃないっていうところではありますが、まあ、それでもここまでの状態ってなるとなかなか出会えないと思いますね。でサイズも XS、まあ、僕が、まあ、ジャストで着る本当すごいいいサイズ感です。心地の XS ってだけど本当なかなか見かけないですね。めちゃめちゃいいと思います。こちらお値段が 79,800円に消費税になります。本日の商品紹介は以上になります。ベルベジン遊歩道の方と、渋谷パルコ店、あとは、ベルベジン本店の方でもベースの方ですね更新しておりますので、そちらもチェックよろしくお願いします。